9月20日水曜日午後4時36分の日本海は風は全くないですね。海には筋のようなうねりはありますが、伸びて伸びてショアブレイク、うねりとうねりの間隔もやや狭い感じで良質なものではないですね。こちらも無風で、こちらにはメンツルのいい感じのうねりが入ってきますが、インサイドからショアブレイク、こういうパターンが続いてますね。乗れそうにはとてもとてもありませんが、なんかメンツルのうねりがインサイドでもブレイクするのを見たらちょっと気持ちが収まるというか、いい感じになりますよね。フラットな海を見るよりは。気温は28度ぐらいです。風はありません。海には筋のようなうねりのみ。明日どうですかね。干潟はこんな感じです。カラスが1羽、カモが2羽。